これが我が家で作っている信州サーモンの手丸寿司です。信州サーモンはもちろん、米や酢も長野県産というこだわりの信州ブランド商品がこの手まり寿司。イエスものづくり、今回は安曇野市の辰巳を紹介します。信州サーモンは県水産試験場が開発した長野県のオリジナルブランド。この信州サーモンをはじめ、イワナ、ニジマスなどの養殖、加工、販売を手掛ける企業が辰巳です。主力商品のニジマスのつぶら揚げは安曇野の味として知られています。ニジマス、イワナ、ヤマメ、これはあの卵を自分のところで絞りまして、孵化から一貫して作ります。で、信州サーモンは水産試験所から稚魚をいただいてですね、作って、あとは加工に回すという。臭みがほとんどなく、肉厚でとろけるような食感が好評の信州サーモン。手まり寿司の開発には辰巳でしかできなかったこだわりがあります。まあ、一貫してできるってこととですね、その鮮度のいい糸に全てが行えるという形、これがまあ一番のこだわりですし、また技術者も揃っておりますんで。辰巳では長野県ならではの特色ある新商品の開発を検討しています。川魚は何でもこの工場ではできるんじゃないかと。で、そのためにそれだけの機械を入れましたんで、なんとかしてその長野県もその地産地消にできないかと。全国に通用する信州ブランドを作る。辰巳は常に開発を進めます。 Yes!